こんにちは、鎌田なぎさです。お久しぶりです。お元気でしたか？こういうプライベート動画みたいな感じはかなりお久しぶりな感じでございます。なので、ちょっと張り切って撮ってはいるんですけど、雑談から入るんですけど、今日の動画雑談みたいな感じなんですけど、私の部屋って今6畳ぐらいのお家になってて、どっちかっていうと狭いんですよ。狭いからなのかわかんないんだけど、昔住んでた家より乾燥がすごくて、加湿器とかを炊き忘れたりはするんですよ。基本的に炊くんだけど、暖房つけっぱで寝ちゃったとかするとすぐ声が枯れて、ここ最近ずっと枯れてますね。前も言ったけど、酒明けじゃないんだけど、お酒は強くないから飲めないんだけど、すごいハスキーボイスみたいな感じになってるんですけど、そこは気にしなくて大丈夫です。で、今日やりたいのは、美容師のプライベートとかってスキンケアどうしてるのとか、普段毎日使うものってどういうのですかとか、あんまり答えたことないかなと思ってて、それについて今日は語りたいかなっていう風に思うのと、ちょっとここ最近ハマってるものとか聞いてくれたら嬉しいなって思ってます。なので今日の動画は何が知りたいとか需要っていうよりかは、私が話したいだけなので、私の話を今日は聞いていってください。それでは、いるぞ。まず、ここ最近スキンケアだったりとか、香水はとか、そういう質問とか受けることがあって、ちょっと今日はここで紹介したいかなって思ってます。ここ最近っていうか、基本はスキンケアとかは安い肌麦とか、あんまり高価なものを使わないようにしてたんですよ。荒れるかなと思ってて、なんだけど結構使っちゃってるんですけど、シュウウエムラのアルティム8無限スブリムビューティークレンジングオイルっていうのを使ってます。あんまスキンケアにお金使ってなかったんだけど、妹がいるんですね、私2つ下の。で、妹とかが泊まりに来た時に、お姉ちゃんがスキンケアとかにあんまり意識とか持ってってないからっていうことで、タンプレでもらったんですよ。普通にありがたかったし、めちゃくちゃ嬉しくて、シュウエムラのクレンジング有名だったしなーって思って使ってみたら、めちゃくちゃいいですね。やっぱりスキンケアにお金をかけない代表選手だったんだけど、保湿力もあるかなっていう風に思うのと、化粧がすぐ落ちる。ここ最近だとメンズメイクとかも流行ってくる時代というか、 BB クリームだけ塗ってとか、シャドウアイラインとか何かしらやるけど、一気に落ちてくれるから、これめちゃくちゃおすすめです。だってもうすぐ使い終わるけど、リピートしたいなーとか思ってるし、年齢重ねることにお金はかけていいところなのかしらと思ってるので、これめちゃくちゃおすすめで、あと次、これ無印なんですけど、ちょっと SNS でバズってて買ってみたって感じです。エイジングケアって書いてるんだけど、まだ全然若いよーとか思ってても、積み重ねで将来的にシワとか出づらくなるみたいなものらしくて、こっちのリンクルケアクリームマスクなんだけど、これは根本美白クリームって書いてて、しっかり保湿してくれる、どっちかっていうと美容液みたいな感じなのかなと思ってて、だけどこっちはリンクルケアクリームマスクっていうのがすごい最強で、保湿力がすごいもちもちになる。成分として忘れちゃったんだけど、これがこの値段で売っていいのみたいな感じの成分が入ってるみたいで、お得なんだけどすごいいいみたいな感じなんで、女性だからっていうよりかは、やっぱ男性とかも保湿とかね、ハリとかは絶対大事になるから、こういうのを使ってもいいと思うし、無印って聞いたらやっぱお得っていうか、お手軽に買えるところだと思うから、みんなおすすめです。以上話した通り、スキンケアに関しては私自身がもともと意識が少なかったっていうところで、洗顔とかかな。洗顔に関しては未だに瞑想中だから、みんないいのあったら私にどしどし教えてください。香水何つけてんのって言われるんだけど、香水大好きなんです。香水以前に部屋とかもいい匂いに囲まれてる生活ってめっちゃ好きで、匂い物とかは結構いくらでも集めたいし、今でも狙ってるものは大量にあるから、この物欲どうにかしなきゃなって日々思っております。とりあえず紹介します。まず最初にランマンの香水です。これに関しては高校生から使ってますね。ランマンとかってもう一つの種類で人気でみんな使ってるっていうものもあるんだけど、ずっと私はピンクのを使ってます。どっちかっていうと甘すぎず大人っぽい香りなのかな。どっちかっていうと女性向きかもしれないんだけど、私の好きなモデルさんが使ってて真似して使ってる。年齢重ねても別に嫌にならない香りだから、めちゃくちゃいいなって思って使ってます。あと第2の私の定番、白。女の子とかって白使ってさみたいなイメージあると思うんですけど、白は意外にウッディな香りとかナチュラルな香りとか意外にいろいろあるというか幅広いかなって思う。一番人気かなんかのを使ってて一般系みたいな香りかな。私はあんまりウッディ系とかちょっと変わってるみたいな匂いはすごい苦手だけど、これは本当にずっとつけてても幸せな気分になるからめっちゃおすすめ。ジョー・マローンの香水です。ポピーバリーコロっていうのは私は使ってて、ジョー・マローンってデパコスとかに売ってるようないい香水でちょっといいお値段するんだけど、やっぱり最初ちょっと濃いんですよ。濃いからちょっとツーンって感じなんだけど、時間経ってもずっといてくれる長持ちっていう点では香水の中でもすごいあるかなと思ってて、香りは違うんだけど BTS も使ってるらしい。全然韓国とかはにわかだけどなんかちょっと親近感が出ちゃうよねみたいなところあるんで、皆さんもぜひ使ってみたらどうでしょうか。あとこれはパラディの香水のフルールって香りとピュアって香り使ってます。私はフルールの方が好きなんだけど、ピュアとかもちょっとスパイシーな香りなんだけど時間経つといい香りになるのと、こっちはどっちかっていうとちょっとフルーティーな感じというかおしゃれに決まるかなって思ってて、パラディは使ってるとお手軽というか 30ml でも4000円ぐらいでこっちも買えるっていうのと、一般系王道っていう香りが多くて香りとか香水苦手っていう人でもつけやすいと思います。だから私的にはおすすめ。 15ml とかも売ってるからちょっと怖いなっていう人もそういうサイズ感で売ってるからぜひ使ってみてほしいなと思ってます。以上5種類とかで回してるんだけど、ロエベの香水を狙ってます。ロエベ好きなんですよ。言うて財布しかロエベじゃないんですけど、てか財布も可愛い。財布はこれ使ってて、ロエベの財布とかもあんまり私自身こだわりがなかったんだけど、財布と靴はいいものを使えみたいなこと言われたことがあって、財布とかもあんまり昔はマーガレットとか使ってたんだけどちょっと奮発して買っちゃいました。やっぱロエベは高いね。セリーヌかロエベで迷ったんだけど、どっちかっていうと自分の服のジャンルとかがナチュラルに近かったからロエベの雰囲気とかがすごい好きでロエベにしたんだけど、長財布がいいかなとは思ったんだけど、やっぱ今の時代はコンパクトかしらというところでミニ財布か可愛いなっていうことで買っちゃったんだけど、今は買ってよかったって思ってます。めっちゃロエベお気に入り、なるべく大切に綺麗に使っていこうとは思ってるんだけど、思ってるあとは買っちゃいましたスイッチもともと任天堂とか DS とかゲームキューブとか大好きだったんですけど、しないようにしてたんですよゲームを。YouTube とかもさやっていきたいし SNS も頑張っていきたい。本職美容師でゲームとかしたらしなくなるかなって思ったんだけど、やっぱ編集とかの時間と何かをするっていう割合の中でゲームって別にやってもいいかなみたいな、効率よくね時間とか決めなきゃダメかもしれないけど、で買っちゃったらやっぱね思うツボですね。やっちゃう面白いんですよね。スプラトゥーンとマリオカートとピクミンを買ったんですけど、ピクミンとかみんなやってないけど私ピクミン大好きで、2には出てこなかった羽ピクミンと岩ピクミンっていうのがいて、もう可愛くてしょうがなかったです。みんなにやってほしいけどやってる人あんま少ないからやりましょうスプラトゥーンとかは難しいけどやってたら面白くて、てかゲームってやっぱおもろいで、今ポケモン買うか迷ってたりとかスマブラ欲しいとかなんかアルセウスとダイパも欲しいしとか、やばいね沼にはまってる。だからこうやって YouTube 撮って気を収めてるけどゲームとかてか趣味が引きこもりですね。根本やっぱりインドアだから外に出てアウトドアの趣味を作ろうとかってすごい思うことってあるんですよ。やっぱニコに浴びた方がいいからね人は。だけど出なくていいなら出なくていいから、友達とは会いたいしいろんなところにも行きたいし、行ったら行ったでやっぱ楽しいし、そのやっぱ誘われたりとか行動的な友達とかここ行こうっていう友達とかがいてくれるからなんとか外出てるけど、このご時世にぴったりというかお家大好き人間だからお家での趣味を増やしていく中でゲームとかはもう最適ですね。そういった中で編集とかも怠らないように頑張るけど、ゲームもちょっといろいろやってって頑張りたいなって思うけど、ほどほどにやっていきたいなと思ってます。やっぱりね任天堂最高、ありがとうこれからもいろんなゲームお願いしますみんなと共有したかったのは「呪術廻戦」の映画が面白すぎるっていうところ。漫画派なんですよ。アニメとかも誰かに見てとか見た方がいいよとか言われなかったりしたら見ないんだけど、呪術廻戦とか漫画ってすごい読んでたから映画館とかも行ってみたら、漫画読んでてもやっぱ絵が綺麗だったり迫力があるあの映像とともに見たら最強でしたね。見たりハマったりするとすごいハマっちゃって、自分は結構こうなっちゃうタイプなんでとことんハマっちゃう可能性あるんだけど、なんかおすすめの映画でもいいしドラマでもいいしアニメとかでもいいし、なんか何でもいいんだけど私に教えてくれたら嬉しいです。よりインドアになってもしょうがないと思うんだけど、もうここまでインドアなら別にインドア極めちゃえばよくねっていう、なんかもう開き直りの感じにはなってるかなって思ってる。うん、いいと思うよね、こういうのも。 YouTuber とかすごい見てたんだけど、平成フラミンゴは今すごいハマってるというかめっちゃ面白いなって思ってて、平成フラミンゴさんの動画とかってすごいテンポよくで話してて面白くてっていう感じなんだけど、自分ってすごい染まりやすいんですよ。一緒にいる人とか、過ごす人とかにすぐ染まる。いいなって思ったら私もそうしちゃう。喋り方が似てってる。ニコちゃんとかなんとかでこういうことだからこういうことしましょうねとか、そうだね、っていう喋り方をするんだけど、なんかやっぱね、多分自分関西とか行ったらすぐ関西弁になるなとか思うタイプで即座に移ってしまうから、ここ最近喋り方がちょっとおばさんというか、そうだね、あらあらみたいな、そうだね、っていう感じになっちゃってるから、まあ、そこら辺直さなきゃいけないなと思うんだけど、まあ、逆にヘイブラ見てる人からしたら一緒に染まっていけるなみたいな感じだから、みんなは見よう。YouTube とかも進化してる年だと思うから、美容師 YouTuber として頑張るは頑張るんだけど、ベースは本職美容師っていうことで私もいろいろやっていきたいなとか思ってます。めちゃくちゃ今日雑談とかしたんだけど、まあ私は今日話したいことは話したかな。たまにこうやっていろいろ聞いてみたいな感じで話すと止まらなくなるから、私の友達ってすごい大変だと思うけどお客さんとかとも基本喋ってるんだけど、そんなお客さんで来てもらったらこんなにバーバーバーって話すこともないんだけど、ありがとう聞いてくれてありがとうございます。まあ内容のない歌わかでしたけど、これがいいよってものだったから、みんなもぜひ使ってみてくれたら私も喜ぶし喜ぶありがとうございました。ではいい一日にしてくださいね。それではバイバイ。